片手を相手の両手で捉えるわけですね。はい。で相手を崩して決めるって、これも間が全くないわけですでこの本には右足を開いて体を開くって書いてあるんですよ、はい、右足をこう立てて開くでこう崩す、こう来てます。ここに重心があるんでこの膝を立てようと思ってもなかなか難しいんですよ。安直な方法だとあいグッとかけてでこっちもグッと入ります。でこういなくなる、急にそう、これはこうやってこっちへ来る。いなくなる、いなくなる、いなくなるっていう、結局ここ今ここで喧嘩してるわけですよ。あここでグッと で、ね、こっちもまず力グッと入れるんですよ。大体ここに存在感感じてるじゃないですか、で全部瞬間抜くと同時に体開いちゃうんですよ。そう、これはこっちから、からグッと、ああ抜くで押さえとけば、あ抜いて回転かけて押す、そしたら右足で